GP125 の点検ですね。でちょっとこう、余計なものをね、外していきます。これね、ディスクガードみたいなのがついてるんですけど、新しいのにはついてないんですよ。ね、キャリパーが変わったんです。ターセリーのと多分同じキャリパーなんですよね。はい、パッドは、まあ、使ってるパッドほとんど一緒なんですけど、大きさ、形状一緒ですね。ただ、品番が違う、作ってるとこが違うか。もちろんこれアップって書いてあるんですけど、こうじゃない。こうつけるんですよ。よくわかんないですよ。ね、このあたりとかね。はい、ね、シンクのね。いいじゃん、赤のね、その。赤いキャリパーがついてる、ね。ブレーキディスクも実は赤いんですけど、横はね。もう真っ黒でわかんないですね。はい、拭けば出てくるでしょうけど。はい、でもちょっと先に拭いてね。そして外します。で、このカバーもう外してますんで、でさらにピンを緩めて、ね、って感じだと思いますが。で、ここ余裕があんまないんで、うん、外すときにね、はい、特に新品のときは、キャリパーが少し内側に入ってますから、で使ってくればどんどん外側に出てくるんですね。ずれてきますよね。パッドが減った分だけね、スライドしていきますから、はい、そういう確か作りでいいですよね。まあ、もっとね、詳しい方がいらっしゃるでしょうから、そういう方がね。そして、詳しい方っていうのはね、いっぱいいらっしゃるんで、そういう方からするとね、なんか、あ、なんだっていうふうにね、思われてしまってね。はい。ちゃんとね、そう、コメント入れてくれたりね、する方もいらっしゃいます。で、何でしたっけ？なんかありましたよね。あ、そうそう、ブースターケーブルでね、うちのトラックに、ブースターケーブル繋いで、そうすればほら、電圧が 14V 行くでしょ？うん。だから、それでエンジン、セル回してね。はい。っていうような、話をしたら、トラックに繋いで壊れちまうだろう。っていうふうに、24V だろ、トラックは。つって。で、しかも 14V とか言ってるし、わけわかんねえっていうね、あれもありましたけど、内容から聞けば多分、あ、12V のトラックですで、エンジン回転上がればだいたい 14V ぐらい行くでしょ。バイクでだいたい、バイクもそうですよね。12V の車両はだいたい 14V。だからね、それであれだと思うんですけど、やっぱりね、何かこう、ちゃんとね、そうやってこう、突っ込みを入れてくださいってね。それがありがたいですね。はい。で、24V、トラックって 24V なんですよね。っていうと、いや、12V のトラックもあるっていうになっちゃうから、難しいんですよね。だから、12V、例えば、2トン車、1トン車はまあ 12V しかないかな。1.5 トン。まあ2トン車とかだともう 24V っていうのが増えてきてると思うんですけど、それで結局のところ、もしですね、もしですよ、私がそのトラックがね、2トン車とかだったら、24V のバッテリーのやつだったら、まあ、ブースターケーブルでね、繋ぐ場合、どうするか、ね、諦めるっていう、それも一つのあれですけど、私だったら片側だけ使っちゃいますね。12V の片側、24V ってやって、12V のバッテリー2つ直列に繋いでるだけだから、だから、それを、こう、片側だけ使う。本当はダメなんだけどね。それやると、片側だけ弱っちゃうからね。よくないと思うんですけど、その時だけだから、うん。で、やって、次、もう一個の方で やってもいいし。うん。それでやりますね。何ボルトが出てるんだろう、それでも24ボルトが出て、12ボルト、14出てますかね、型がね。エンジンかけて。測ったことないな、トラックで。そう。ね、24ボルトって言っても24ボルトのバッテリーがあるわけじゃないのね、あれね。面白いですよね。12ボルトのバッテリーを直列で繋いでるんですよね。なのに、12ボルトは6ボルトのバッテリーを直列で繋がないんですよ。なんでですかね。直列で繋いでもいいと思うんだけど。ブレーキパッド、結構減ってるけど、まだまだやっぱありますね。もともとすごい分厚いんで、そうそう減らないんですよ。このバイク。そう。ね、ブーツどうですか？あ、ブーツ大丈夫だね。なんか。で、すんごい堆積してるんで、
これ出てくるでしょ、結局途中やってないからな。多分そう去年やっとやってないですよ。1年点検はしてないのかな。うん、今やんなきゃいけないということは言えないからね、うちもね。お金かかるからねって話をしてね。はい、じゃあっていう、はい、もう違ったかな、やってないよね、これはね。ただ納車の時に、まあ、グリス塗ったりなんだりしてるから、そのあれがまだ残ってますよね。で落ちますよね。はい。はい。まあ、いろんなね、そうなんですよね、あれね。トラックで、バスも12、まあ、24ボルトになってますけど、バスのバッテリーすんごい大きいね。片側何キロぐらいありますかね、あれね。30キロ。もっとあるかな。すんごい大きいのついてるんですよね、バスってね。うん。でも12ボルトのバッテリーでしょ、大きいけど。これぐらいあるかな。こんな感じですよね。ね。で、こういうね。そう。で、乗せて、ガラガラガラって中に入れられるようになって、確かなってましたよ。出ないとあんなの引き出せないよな、重くてね。そう。で、それを直列で、2つ繋いで、24ボルトにして使ってるんじゃないですかね。違ったかな。まあ、トラックとかはね、そんなバカでかい。大型トラックでもそんなに、うわ、大きいねっていうほどじゃないんですけど。でも、ああいうバッテリーはね、売れるんですよね。使えなくなったバッテリーでもね。だからよく来ましたよ。運送会社とかとね。バッテリー、いらないバッテリー、ないっすかつって、引き取りますつって。はい。売りますよみたいな。そう。一方ね、バイクのバッテリーはね、ダメなんだよね。そう。お金になんないんですよ。そう。今どうなんだろう、もう、まあ。バイクは買い取りできないつって、バッテリーはね。うん、だから、置いていくならいいけど、みたいな感じなんですよね。BM のバッテリーとか大きいんだけどね。それでもダメなんだね。開放型じゃないしな。でもそれは関係ないか。ね、落ちるね、やっぱりね、はい。空吹きにちゃんと落ちる。よかった。パッドピン。剥げてるけど全然錆びはない、さすがにね。でグリスの取れた方がいいね、最初にね。うん、まあもちろんこれでね、本来だったら、これちょっと交換ですねって言ってね、お金ね、そこで少しずつ少しずつちゃんともらうっていう。やらしい。部品代なんか大したことないんだけど。大した利益にならないから。それだったらね、交換なしでいける方がいいじゃないですか。大した額じゃないんだけど、一個一個は。そういうのが積み重なると結構な金額になっちゃうね。だから、やっぱりね、お客様、カスタマーファースト。ね、カスタマーファースト。本当かよ。ね。自分がね、自分が一番だよね。自分が儲かんなかったら、ね、そんなことを思ったりしますが、どうなんでしょうか。はい、高和製機の工具をちょっとね、注文するのに、まあ、通常ね、まあ、ウィーバイクさんとかでも買えるんですけど、まあ、他にもまあ買えるとこあります。そう。でもね、もうね、BDS のテクニカルスクールが、高和製機の取り扱い店なんですよ。そう。だからね、まあ、まあ、ギリじゃないけど、それで買うのがいいのかなって、ね、うん、思いますけど、どう思います？でね、ギリだとかそういうのはね、はい。これで落ちるもんね。かけるだけでね。これがいいよね。うん。やっぱり、これ、強力なパーツクリーナーでやると塗装溶けますよね。この赤なんてね、特にね、どうなんだろう。これは大丈夫。
そんなに強力じゃないんだね。赤くてかっこいいんだけどね、キャリパーね。うん、まあね、多くの人はそれを求めていないっていう、感じはしますが、はい、この安価なね、安価なスクーターに、いや、それは別に求めていないっていう。赤だとなんかいいんですかとか言われて、いや、見た目がとか、あ、別に気にしなんないしねって、別に赤じゃなくてもって言われそうですよね。何色だったらいいかな。ちょっとまだ汚いじゃないか。ああ、硬いな。こう汚い、この溝の中にまだ汚れがねあるんでね、それをこう拭き取る感じですよね。こっちは裏側まで指が入るから、この場合このキャリパーは、まあ、これで入れて、これでいいか。とりあえず、でちょっとホイールもね外してやんなきゃね。で、パッドはフロントタイヤはまだ使えるね。さすがにフロントはね、そうそう減らないんですよね。そう、フロントは減らないんだよね。そう、フロントはちゃんとタイヤの空気圧をちゃんと適正に保って持ってあげれば長持ちします。フロントもっと早く減りゃいいのにな、ね、どんどん減りゃいいのにつって、はい、不適切な発言がありました、はい、ね、場合によってはね、ちょっとあのタイヤはね、高額なじゃない、はい、メーカーがね、いいメーカーのみたいなのやると減りが早かったりするんだよね、あれ不思議なもんでね。あのね、思うでしょ、やっぱりこう BS だの DL だのね、なんか減り早いんだよね。いや、ハイグリップだからだよ、グリップがいいからだよって、そう、減らないってことはさ、グリップが良くないんじゃないのって言われちゃうとね、そんな感じもするんだよね、これね、長すぎるこのボルト、長すぎんの、これがね、かなり出っ張ってんの。で、これで抜くと、おそらく、おそらくですね、まあ、いろいろあるんですよ。いろいろあるんで。ギリギリなんだよね、フロントフォークとこのブレーキディスクがね。そういう車両っていうのは非常に厄介です。はい、でこれ抜くと多分前が浮いちゃうんで、ビヨーンって。ね、ここで浮くんですよ。で、こう抜けるんですよね。で、ね、抜いて、で、こっちも、ね、メーターギア外して、で、ベアリングを確認して、大丈夫ですね。はい、
ベアリングはガタなし。ステムもガタなし。はい。そしたら、拭いてグリス塗って、戻しましょう。ね。普通にグリスを塗るのがね、ある意味目的みたいな感じになってますけどね。拭いていこうかな。フロントタイヤはね、まだ。新車の時のタイヤはまだね、はい、まだついてます。後ろはもう2回変えてるんで。3回目だもんね。やばい、ね。なんかこう、一時ほら、アンケートに答えるとどうのこうのとキャンペーンとかね、なんか用品がもらえるとか、あれなんか嬉しいんですよね、ちょっとね、用品ね。そんな、もちろん高額じゃないんだけど、用品自体はね。うん。でもまあ、ちょっとあれがいいのもね、あるといいですよね。うん。で、新車、じゃあ買おうかなっていうね。うん。あれもずっとやってるとダメなんだけどね。そう、あれはずっとやってると、もうそれが手、そう、他のメーカーからね、いろいろ、それダメだろうとかね。うん。でも そこまでもね、言われないよね。やっぱりはい。なんて言うんですか。ね。そう、ちっちゃいんでね。そう。ちっちゃいんで、メーカーがね、日本だとね、ほとんどシェアがないんで、触れてないんで。ねえ、びっくりした。何か、この1ヶ月、キムコのじゃ、4台でしたっけ ?5 台でしたっけ ?4 台 ?5 台 ?5 台か。なん、そんだけしか出てねえのって。オークションに。ってことは、まあ、それぐらい皆さんの乗られてる、ね、手放さないっていうね、ことだと思いますけど、多分ね、出しても高くならないから、値段がつかない、あんまつかないから、出さないんだよね。うん。お店もね。そう。多分そういうね、あれだと思うんですよ。うん。そう。で、ヤマハの場合は、まあ、単に出してないだけって、あんまりそんなにね。走ってないじゃん。ね。なんか錆びてんの？なんで錆びてんの？あ、錆びて、赤錆びが出てない。グリス塗ってるから赤錆びが出てない。なんでこう錆びちゃったんだろうね。メッキが剥げ、まあ錆びたってかメッキが剥げてる。おかしいね。グリス塗ってんのにね。メッキ剥げないよ、普通ね。うん、まあいいや。とりあえず塗って戻そう。そう。やっぱり、ちょっとね、あまりにもね、PCX との差がありすぎて。PCX いっぱい出てるってことは、まあ、ある意味、一方でね、やっぱり乗ったはいいけど、いらないから、やっぱりやめようって乗り換えてんじゃねえのって、そういう見方もできなくもないけど、あんだけ出るってことは、そんだけ売れてるってことだからね。ちょっとね、あれは、独占禁止法に引っかかるね。ね、はい、まあ、正直なとこね、ほとんどホンダなんですよ。うん。125クラスは、まあ、本来は、他のメーカーはちゃんと作ってるでしょ？自分のところで。だからいいんだけど、50ですよ。50、問題は。50で、ホンダが4割な、4割ちょっとなのかな。で、ヤマハも4割ちょっとなんですよ。で、残りが鈴木がちょっと、ね、なんですけど、あれ変な話。ヤマハのスクーターって今、ホンダが作ってるから、ホンダが8割ぐらい占めちゃってる。だヤマハのやつだとギアだけかな？今。ヤマハオリジナルっていうか、ヤマハの車両って。どれくらいですかね。だからギアはそんなにめちゃくちゃ出てないから、いくら業務用とはいえ、そうなると、まあ、シェアをね、ほぼ独占してるんです。ホンダは。ね。うん。ちょっとね、どうなんですかね。うん。でもダメとは言えないからね。そこなんだよね。うん。ダメとは言えないもんね。じゃあ、ホンダさんちょっと売るのやめてくださいっていうわけにもいかないしね。うん。そのあたりだから、ちょっとね、これさ、グリスを、この中に、このギアのとこに入れたいな。でも入んないよね。どうやって入れるんだよ、これ。マイナスドライバーみたいので、こう。これね、このグリス取れないんですよ。粘りがあってね。上がってきちゃうんですね。ダメだよね。ここに塗りたいんだけど塗れないんだよね。どうしようかな。手で取って。なんで取れないんだろうね、これね。このグリスね。で、もう思いっきり。
塗って、でも押し込むしかないよ。外したいけど、したらこれギアも外さなきゃダメだもんな。どうやって塗るんだろう。何かでこう充填する方がいいか。このグリスは無理だな。これはそういうグリスじゃないもんね。深くてやりづらいね。そんなに痩せてないか。はい。そしたらこっちはそのまま戻せるから。ケーブル繋いでるとね、繋いだもの外した方がやっぱやりやすいですよ、これね。繋いだものだと、結局、これやってやんなきゃ。なんでこんなに錆びてんの。てかメッキが剥げちゃってんの。抜けるからいいけど、抜けなかったら。難しいね。